ヤッホー YouTube、どうもなきです。さて今日はちょっとオーダーがあったのをまたちょっとやろうと思うんですけど、この方ですね、ツイッターの画像からちょっといただいたんですけど、清木場俊介さんのヘアスタイル、今のこの、ね、ヘアスタイル解説をちょっとやろうと思うんですけど、まず買ってる位置はこの外人と一緒、この頭のほっぺのところ上、ここがっつり、僕結構これ見てもらうと買ってるんですよ。結構上まで買ってます。こっち側も結構買ってます、上まで。でここまで買って、僕今これ長いんですけど、ここまで短く、この辺も短くするような感じ、全部で切ってます。で分け目がこれ七三ではなくて黒目の端っこですね。黒目の端っこじゃない、目尻ギリギリぐらい、本当にここの端とこの幅っていうのは本当に何ミリとかしかないと思います。の端っこからちゃんとしっかりと分けて合ってます。なので結構こっちに持ってこなきゃいけないので、頭の形的に絶対にここの髪の毛ってこっち左側に落ちちゃうんですよ。けどこっちに持ってくるので、もう濡らした状態でしっかりとこっちに流してこないとダメです。でこれでちょっとジェルをつけてあげたりとかしてあげないと、どうしても乾かし、ちゃんと乾かす時もこっちに乾かしてあげないと、生え方的に絶対にこっちに生えてる人が多いので、その辺もしっかりと濡らす時に、濡らしたりとか乾かす時にちゃんとこの黒目の端からしっかり持ってきてもらう、黒目じゃない、目尻から持ってきてもらうような感じがいいですね。でここの立ち上げとかっていうのはこういうコームがあると一番いいんですけど、こう美容師さんとか使ってる、もう100均とかでも全然売ってると思うんですけど、これくらいこうちょっと目が細かいものと、あれもこれくらいのバランスがいいかな、のコームがあるといいんですけど、セットするときにオールバックではなくて、基本的にこの立ち上げのセットがするときってこういうコームで前髪の部分だけこう立ち上げてるだけなんですよ。こうやって横から見ると見えるかな、こんな感じ、おでこにも当てながらここから回転させて、ここを支点として、ここに人差し指のとこ、ここを支点としてここからグッと上げてるだけ。そうするとここの上が立ち上がりやすいんですよ。でこの時に横の部分も前ではなくて、ちゃんとしっかり後ろ目に、ちょっと若干後ろ目とか横にこうちゃんと流してあげるようにセットしてあげることですね。そうするとここ短いんで、ここ絶対短くなってくるんで、でここ立ち上げが出やすいです。で立ち上げがこの清水さんの場合はあんまり段がついてないんですけど、僕の場合はこう段がついてるのでよりこう立ち上がりやすいとか、これが段が短なければないほど、もうちょっとここは収まってきて、ここの立ち上げ、前の立ち上げ部分だけ立ち上がってきやすいので、こんな感じで、そう、おでこ広いとやりやすいかもしれないですね。僕もまあおでこ広い方なんですけど、ここ視線にグッと立ち上げて、でこの辺はもう短い、もうがっつり、これ僕よりも全然短いんで短くしてあげて、上だけ立ち上げてあげる。結構バーバーみたいな、こう刈り上げて、ここから外人でいうフェードカットって結構結構検索すると出てくるんですけど、アメリカのとか海外とかでやってる、もう本当この五輪ぐらい短いところからちょっと長くなってくるような感じのスタイルの、ちょっと長めなバーバースタイルみたいな感じなんですけど、これだと結構やりやすいと思いますけど、こうも一個あると。でこれに対してジェルを全体的にこの上ぐらいからピタッとこうつけてあげて、全体的にこうつけてあげて、でこの時もこの後ろを前にするんじゃなくて、こう後ろになるような感じ、ただオールバックではないので基本こう横にこうね持ってこれるような感じ。ただ横に持ってきてると、みんな結構鏡見てると分かんないんですけど、横に持ってきてるイメージでやってると結構前に持ってきてるようなイメージになっちゃうんですよ、頭の形的に。なので基本気持ち的に後ろにやってるな、後ろにセットしてるなっていうような感じにしてあげると横になりやすいです、気持ち的に。なので上げて上げて上げた後に後ろにこうちょっとセットしてあげる、そうすると横になりやすくて、ここのバランス、ここの上の立ち上がりが出やすいです。ここ立ち上げて、なおかつここピタッと止めてあげるとボリュームが出やすいですね。で段をつけるかつけないかっていうのは好みになるんですけど、この場合はそんなにつけてないです。で大体まあ男性でスーツ着たりとかする人は全然似合うと思いますし、で後ろの部分ね、後ろの部分は僕ぐらいまで買っててください。そう、これがね結構こっから長く後ろボンドクボとかまでちょっと長くしてやるって結構多いんですけど、刈り上げはしただけでね、結構刈り上げはちゃんと上まで、僕ぐらいまでちゃんと刈ってください、ここまでじゃないと、で横からのバランスじゃないとバランスが絶対に悪くなっちゃいます。もう刈り上げはグッと上までやってあげる。で
まあ、男性は30代ぐらいから一番似合いやすいかなと思います。まあ、顔つきとかにもよると思うんですけど、30代40代とか、まあ、変な話50代とか結構似合いやすいと思います。やっぱり若い子だとやっぱりこうちょっとどうしてもこうつい今流行ってるこうストレートアイロンとかで、ね、セットするの結構好きだったりとかもする人も多いと思うんですけど、結構上の年配だったりとか、もう僕も結構するんですけど、30代前半後半ぐらいから40代50代の人とかだと結構似合いやすいと思います。七三分けじゃなくてこの場合は本当にただこれであげれば済むような感じのセットなので結構楽だと思います、やり方的には。濃い人の方が似合うかな、顔的には。結構薄い人とかだとあんまりおでこを上げるときに結構ツンツン上げちゃう人とかも結構いるんですけど、結構渋い顔だったりだったりとか、顔が濃かったりひげがあったりとかすると特に似合いやすいかもしれないですね。こういう髪型はやっぱ男みたいな大人な感じを結構出したいので、そういう人だからだと似合いやすいと思うので、そういう形かな。で、あとは顔つき的にはこれに関しては結構面長だったりとか、逆に丸顔とかよりもホームベースっぽいような人、カクッとなってるような感じの人でも全然似合いやすいと思います。そういう人が髪の毛と顔をこう一体感出させるようなスタイルになるので、結構そういうのが結構なんか悩みだったりとかする人には結構僕はおすすめします。前髪もおでこ出すことによってね、結構清潔感も出やすいですし、横も短いです。ただここは5輪ぐらい、5輪っていうかもう2ミリ3ミリとかまでぐっと短くしてあげて、上だけこう残してあげるような感じですね。で、結構ここのギリギリまで切ってるから、この部分僕あるんですけど、この部分いらないぐらいですね。こうガツッと切ってあげて、で上だけぐーっと上げてあげて、ここの部分が上がってくるので前から見た時に上がりやすいので、面長だったりとかホームベース型だったりとかする人で、ヒゲがあったらやっぱ一番いいと思います。で、ヒゲがなくてもいいですけど、やっぱりちょっとどちらかというとちょっと変な話、ちょっと日焼けしたりとかすると、下ろとかそういうのもいいんだけど、そういうのでやってあげるとよりこう雰囲気が出やすかったりするので、髪型だけじゃなくてそういうのもできるんだったら、結構もっともっとより突き詰めた感じになりやすいと思うので、まあオーダーする時とかは全然さっきみたいな感じでいいと思うんですけど、結構全体的に、ね、合わせたりとか雰囲気出したいっていう人はそこまでやっちゃってもいいと思います。なのでオーダーするのはまあ刈り上げて、上だけセットするときは結構簡単だからね、グッと上げてあげて、でスプレーだったりとかでもいいですし、ジェルとかでもう絶対ジェルで作った方がいいと思うので、結構服装とかも大人っぽかったりとかダークなのが好きな人は結構似合いやすいと思うので、その辺も自分のバランスとか合いやすいとか好き嫌いもあると思うんですけど、やりたい人はぜひやってみてください。バイバイ。